しただよ俺。はい、どうもよろしくお願いします。チョリのエンジョイには遊び始まりました。そう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 、一応あの自己紹介の方よろしくお願いします。自己紹介を、はい、こんばんは。はい、こんばんは。毎週火曜日の、はい、7時から、はい、パーソナリティやってます、はい、お祭り気分でアイエントンの桜組のひろみちと申します。はい、今日はね1年ぶりに月曜日の枠に呼んでいただいて、ちょうどねロバさんが去年の6月呼んでくれてね、番外編のアイエントンやってくれたんですけどね、それから1年、1年ぶりの月曜日です。そうなんだ、1年ぶり。そう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 、あ、去年はね、去年はね、あら祭り、そうそう、あら祭り4年ぶりって聞いた。4年ぶり、あのね、はいはいはい、令和元年にはいはい、はい、通常開催をして、はい、それからあのコロナがやってきて、あ、はいはいはい、で3年間、自粛というか規模縮小みたいな形だったんだけど、一応やるにはやったけど、あのね、みこしとんよとか、はい、あら祭りはみこしとんよがメインなんだけどね、はい、八重洲のお祭りはみこしなんだけど、はい、それはできなかったんだよ。なるほど。そうで3年できなくて、今年、はい、うん、4年ぶりに通常開催で、はい、コロナ前と同じようにあら祭りを開催するという形になっています。いつやるんですか。八重神社大祭あら祭りはね、毎年8月の12日と13日ってもう日が決まってるの。お、真夏ですね。真夏真夏、そう。だから八重洲の夏にはもう欠かせないお祭り、はい、すごいな。それをあれです、主催というか、うん、あのね、うう八重洲のお祭りっていうのは、はい、旧八重洲地区を4つの区域に分けてあって、はい、1区2区3区4区っていうふうにね、はい、分かれてて、で1区が富士組、富士組、はい、から2区が竹組、はい、から3区が柳組で、俺がいる4区が桜組っていうふうに、かっこいいな、かっこいいでしょ。4つの区が、うん、あのお祭り全体を仕切って運営してる、はい、そうかっこいいな。そうそう、桜組とかいいっすね。いいでしょ。うん、それはもう昔の人が名付けたんだ。そう昔からだって八重洲神社の、はいはいはい、まあ、荒松原八重神社のお祭りになるんだけど、はい、八重洲神社の歴史って、はい、もう1600年以上。すごっ。八重洲 の、 あの今の神社がボンってできて1600年以上経ってるね、はい、へー。そうだから、その中でずっとお祭りっていうのはやられてきてるわけだから、うんうんうん、かなりの歴史っていうものもある。すごいな。そう八重洲の人たちはみんなこの夏の荒祭りが大好きでね。そうなんか八重洲って感じするっすもんね。あなたはどこの人。僕は一応掛川市出身なんですよ。あ、掛川も大祭りあるじゃないですか。あるですね。あれはなんか4年に1回みたいな。そうけど僕はあの昔から野球やってて、あ、もう土日はずっと野球漬けなんで。高校球児だったんだ。そうっす。なんで小学校の時からなんで、お祭り地元のやつとか全然出たことなくて。やっぱりそういう人いるよね。そう、うん、ただ盛り上がってはいたのは知ってる。お祭りだけど嫌いではないでしょ。まあ嫌いではないです。お祭りはみんな好きだよね。うん、そうかそうか。敵屋とか、うん、敵屋って俺を横にして敵屋とか言わないし。あちけあちけな人だよ。花火大会とかそういうのは。あ、そういうのはね、うん、お祭り、僕らの方のお祭りもみこし担いでなんか、まあ、担ぐっていうか引っ張ってんのかな、あれは。屋台もあるし、有名なのはあの大獅子っておししのでっかいやつをこう引き回しみたいにするんだよな、そこのお祭りはね。そうそれで屋台もあるし、うん、まだね俺一回も見たことないんだよ、掛川のお祭りは。ああ、そうなんですか。うん、他のまあお祭り好きだから、はい、この八重洲のお祭りだけじゃなくて、うん、あっちこっちちょっとお祭り見に行ったり、直接お祭りに参加したりとかっていうのもね、してるんだけど、そうだけど掛川はまだ一回も見たことないね。大祭りってのが4年に1回ですよね。そうで普通の年は普通に各地でやってみたいな。あと浜松祭りとかも有名って、ね、浜松は5月ね。ああ、うん、もう終わったのか。じゃそう終わった、行ってきたよ、それも見に。本当ですか。浜松も今年4年ぶりに、うん、いわゆる通常開催って、はいはいはい、
今あそこはほら御殿屋台っつってすごい綺麗な屋台がね、うんうんうん、20、40台近くあるのかな、すごいな、出るんだけど、うん、それがコロナでやっぱり引きましてできなくて、で有名なのは浜松はたこ揚げ、あたこ揚げ、うん、そうですね、中島砂丘の方で、ね、うんうん、たこ揚げするんだけど、それもやっぱり自粛でできなかったんでね、うん、それが今年は要するに観客も入れて通常開催、通常にやった、あよかったですね、そうそうそう、それだからあの屋台なんかものすごい盛り上がってたよ、へえ、うん、あのかけつかって岩田にあるじゃないですか、かけつか、はいはいはい、あそこのやつなんか見に行ったことあるんですよ、ああ、はい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 、あそこもなんか屋台ぐるって回ったりとか、うん、あのね、ここから西の方、はい、なんだろう、岩田とか掛川とか森町とか浜松とかで、うんうん、向こうはねほぼほぼ屋台が中心の街でね、ああはいはい、はい、そうで浜松はこう四輪の大きいどっしりした屋台なんだけど、はい、森町とか、はい、岩田掛川って二輪のね、うんうん、屋台なんだよね、うんうん、そうそうそう、そういう特徴がねそのいろんなところであるんだよね、へー、そうそうそう、屋台とかもかっこいいっすもんね、なんか、ね、かっこいいかっこいい、木彫りのなんかとかって、そう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 、近くで見るとねものすごいよ、すごいですよね、うん、浜松なんて、うん、いいのになると、うん、1台1億とか2億とか、マジっすか、そう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 、すごっ、それぐらいお金のかかってる屋台だから、そういう彫り物とかもものすごい立派なんだよすごいな、そうそう、だからね、ただこう通り過ぎるのをこう見る人結構多いと思うけど、うん、泊まっている時にね、うん、近く行って見れるから、こう見るとねすごい細かい彫り物が、ね、職人さんがこうやって彫ってるんですよね、そう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 、すごー、へー、あれはやっぱり見事だね、うん、そうなんだ、そうそう、で焼津はあれなんですか、焼津はね、はい、あのね神輿が2基出て、はいはいはい、その神輿2基がメインになるんだけれど、はい、基本的にはあの焼津のその道中する道筋柄に4つのお旅所っつって、はい、あの神輿がこう収まる場所が4つあるんだけどね、うんうん、はい、そこで神輿をそこまでお連れして、そこで御祭事をやって、はい、要するに焼津の町の発展とかこう落ち着いていい町になりますようにっていう御祭事をやるのがメインなんだよね、はい、なるほど、そうそうそう、はい、でそれに神様の捨てる神輿を担いで、その神輿がものすごい勇壮で荒れ狂うように担いで練り歩くっていうね、練りってやつですね、そう、そういうのがね、あの結構有名なんだけどね、で荒祭りって荒っぽい荒に祭りって書くんだけど、はい、うん、あれは別にあの荒々しいとか、うん、そのなんていうの、暴れるとか、ね、そういう意味ではなくて、あ、そうなんですね、そうそう、はい、そういう意味ではなくて、あらという言葉は純粋とか、はい、元々の形とかっていう意味があるのね、へえ、そうだから、あの要するに荒祭りってのは昔から元の形でやる純粋な祭りって意味で荒祭りっていう、あ、なんかいいですね、そう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 、だからそういうのをこう知りながらお祭りを見に行ったり参加したりすると、やっぱもう一つちょっとね、いいすね、あの違う雰囲気になるのかなっていうね、感じなんだ、焼津神社に集まるんですよね、なんか、そう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 、最後に集まるんです、そう、あの朝と夜、あのね朝、はい、8月の12日13日って2日やるんだけど、はい、12日っていうのは、はい、焼津に生まれた子供たちが、はい、ね、生まれた年から3年間上り稼ぎっつって、あの上りの旗を持って、うん、奉納焼津神社って書かれた上りを持って3年間ね、うん、毎年お参りに行くの、それ上り担ぎって言うんだけど、で、はい、その1年目、生まれた年1年目の時に神転がしっつって、はい、あの拝殿の前で、はい、その総大さんたちが赤ちゃんを拝殿に向かってこう3回体を回転させるっていうね、神事がある、それは神事ね、はい、それはどういう意味があるかっていうと、八重神社の神様って大和武尊命と、はい、っていうね、神様が祀られてるんだけど、うん、その神様に八重洲に生まれました、これから氏子として、うん、八重洲で元気にやらせていただきますって挨拶兼ねてね、なるほど、 そういう意味合いがあって、その神転がしっていうね、神事をやるんだけど、うん、その神転がしっていうのは国のから選ばれた文化財にも指定されてる、ほう、すごいですね、そう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 、でそれを1年目にやって、はい、あと2年間は上りを持って毎年その8月12日にお参りに来るというね、そういうのが8月12日だから子供メイン、それで午前中には長ぼろっつって、はい、あのいわゆる祭典委員、はい、いやでは青年中路っていうんだけど、うんうん、そういう人たちが作ったこう人形、人形を、うん、こう要するに屋台の小さいみたいな台へ引き台に乗せて、うんうん、それで引き回しをやる
うん、そういう行事もあるのね。それっていうのは要するに八重洲の町にそれを引きますことによって、はい、今年もお祭り始まりましたよっていう要するに広報みたいなね意味合い幕開けを告げるね、うん、行事なんだけど、うん、そういうのが8月の12日に行われるわけだからどっちかっていうと、はい、もう子供のメイン、うん、昼間12日の昼間はね、うん、で12日の夜になると岡村祭っていうまあいわゆる夜宮っていう言葉をよく使うじゃないですか。本祭りの本日の前の日に夜ちょっとお祓いしたりとか何かっていうことを夜宮っていうんだけど、はい、その夜宮の形で岡村祭っていう形があるのね。岡村祭、そう、次の日にいろいろこう神様とかそのお祭りに奉仕する役をする人たちが一堂に神社に集まってきて、要するに最後のお祓いを受けるっていうね、そういうのが岡村祭っていうのは12日の夜に、12日の夜がそれ、そう、うん、それで13日の明けて13日になるともう大祭当日あでその日にもうみこし2基がこう出てくるんだけれど、まあうん、それが朝の10時に、うん、あの八重神社を出発するね、はい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 、で高道って決められた道をずっと行ってさっき言ったように4つのお旅所で御祭事をやって帰ってくるのが大体11時から11時ちょっと過ぎくらいかな。あそうそう、で神社へ帰って、うん、そこから1時間くらい、はい、みんなで、はい、あの境内の中でみこしを煽り続けるすごいな、すごいです、だから全部終わるのが1時、はい、2時くらいかな今、はいはいはい、そう、それからもうみんな三号もね自分たちの地元へ帰っていくんだけれど、うそうそうそういうそういうお祭りなんだよ、すごいな、お祭りっつうのは。だからなんだろう、時間、今ほら青少年の問題とかいろいろあって、あ、まあ、時間がね、時間が結構厳しくて、ね、交通の関係でも警察なんかも結構厳しい、まあ、結局ほら道路幹線道路とかも使うから、あ、そっかそっかそっか、そうそう、だからそういうのを全部かいくぐって、うん、そして、まあ、こうお祭りをね、うん、やるんだけれど、うん、そうそう、昔は大昔は、はい、もう帰ってきて今ほら2時頃終わるって言ったでしょ、はい、もう昔はもう空がしらしら開けるくらいで見越し担いでる。ああ、いいっすね、その時代いいっすよね。そうそうそう、その時代はいい、だからその時代は時間があってないようなもんだからそうそう、まあ、昭和に入るか入らないかぐらい、うーん、要するに明治大正昭和の頭ぐらいまではそんなお祭りを、この八重洲の人たちってほら結構漁師町だから、うん、まあ、気象も荒いし、もうやることがもう めちゃくちゃって言ったらおかしいけどそんな感じが昔からあったんじゃないのかな。そうだから、そんな感じのお祭りだったみたいな。だからそういうのを俺たちがずっとこう受け継いで祭典委員としてお祭りを運営してる、ね、あ、いいっすね。だってコロナ前なんていうのはもうこの時期なんてもう居酒屋とかで飲んでると、はい、ほとんどの人がもうお祭りの話してるから、ね、あ、もうその準備に向けてみたいな、準備をしてる人たちもいるし、うんうん、そう、今年は何々がどうのこうのみたいな飲みながらね、うん、もうほぼほぼお祭りの話題みたいな。なるほど、そうそう、それが3年間できなかったから。いやー、じゃあたまりにたまってんじゃないですか、みんな。でしょうね。だから本当に俺たちは怖いんだよね、あの逆にね、あ、その どこまで弾けちゃうのかみたいなそうけど、まあ、だって最低限の方絶対人数少ないんだもん。あ、そっかそっか、ね、祭り運営してるんだけど、それでバーってくる一般参加の人たちの方が絶対多いから、うん、そうそう、それをどこまでコントロールできるかっていうのが今年のね、うん、まあ、課題といえば課題だね学生さんもだって夏休みですもんね。そう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 、完全にそうだよな。だからね、いろんなところの祭りの話聞くと、今年やっぱどこもね、弾けてる、4年ぶり通常開催でものすごいんだよ。あ、やっぱそうなんですね。でこの間東京で鳥越神社ってのがあって、鳥越祭ってやっぱ大きいお祭りあるんだけど、はいはいはい、うん、そこも4年ぶりの開催だったんだけど、はい、要するにそのみんな担ぎたいんだよね、あそこは。あの、うん、みこしメインの、すごい立派なみこしメインのお祭りなんだけど、うんうんうん、担ぎたくて順番待ちしながらもうイライラしてきちゃった。でそれで発端で揉めて、うん、もうあっちこっちであの乱闘騒ぎあれって、それを止めに入った警察官もボコボコにされたっていうね。よくよくそれでお祭りが続行できたなっていうぐらいのね、うん、いやーすげえな。そうそうそう、そういうね、あのことがあったんだって、うん、で他の場所ではみこしが落ちて、うん、下敷きになって怪我した人間とかね。で大阪なんかだんじりってあの屋台でね、引きますでしょ、うん、あれが曲がりきれずに倒れて、うん、こう下敷きの、あの事故起きたりとかって、結構ねあっちこっちで4年ぶり通常開催弾けてますよいろんな意味で弾けてるっすね。弾けてます。
だからね、うちのお祭りも、うん、その一番の見どころっていうのが、その朝神社出る時、うんうんうん、その神輿をそのお祓い終わって、うん、もう何百っていうその若い人に担がせて出発するのを初よって言うんだけどね、うんうん、はいはいはい、そこが一番危険なんだよ危ないぞ、危ねえぞ。今話したようなことが起きうる場面が、あ、絶対そこなんだよね。あ、そっか、そこを超えちゃえば、まあ、そこを超えればみんな落ち着くと思うし、うん、4年ぶりの感覚っていうのがだんだん戻ってくるから、うん、俺たちの言ってることもちゃんと聞いてくれるだろうけど朝一はもうみんな担ぎたいじゃない、うん、もうテンション上がっちゃって、それでそうそうだから俺はそこでコントロールしようか逃げようか今迷ってる結構みんなみんな逃げたいんじゃないですか、そこ本当に、まあ、ねえ、だからどこまでこう、ね、うん、コントロールできるかっていうのと、あとはその、うん、みんながね、参加するみんながね、うん、どこまでこう落ち着いてこう対処できるかっていうねところなんだけどね、多分弾けんだろう、ね、弾けんだろうね焼津の人柄もあるんですかね。いや、それもあるし多分その初めて来る子たちとかもいるじゃない。要するにお祭りって、そのどこ行ってもルールあるよね、うんうん、決まり事とかあるし、そのマナーもあるし、うんうん、だから初めて来て、うん、わけわかんないと、うん、周りがわーって弾けてたら、あ、これでいいんだって思っちゃうよね。あ、そっかそっか。その辺のところも心配だしね。うん、だからもうずっと長くやってる人たちってのはある程度もう把握してくるから、あ、青年長老のことじゃダメだよっていうふうには思ってくれてると思うんだけど、そうじゃない連中の方が圧倒的に多いと思う確かにそうっすよね。あ、まあ、そういう点もあるんですね。そうそう、で、うん、ある程度その人役って役を務める人たちも今はもうあの募集かけて受付が終わって、はい、ほぼほぼもう決定してるの、ね、でこの間もうちの区からこう出る人たちに、はい、を呼んで説明会みたいなのやったんだけど、はい、まあ、一通りの説明をして、うん、で今言ったようにその発表に、うん、一番心配してるから、うん、落ち着いて、うん、ちょっと一回申告してからやろうねみたいな話をこうさせてもらってみんなそこの場ではそうですよねって聞いてたけど当日当日になったら分かんないよね、まあ、そうだからもう最終的にも当日は俺のこと聞けと、うん、いうことで締めたけどね、本当にそこだけがね、あ、うん、ちょっと心配だって、そこで事故なんか起きちゃったらさ、あ、確かにそこで初めですもん、終わっちゃうじゃない、うん、でそこで終わっちゃって今年できないようならいいんだけど、うん、来年以降に響いちゃったりするね、あ、それやことも考えられるでしょ、うん、だからもう本当そこはね、ある意味一番大事な場面なのかもしれない、うん、そう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 、確かにな。 この前のそのこの3年間以外で他に休みだった時とかってあるんですか。ね、中止だった時とか年とか、令和2年って2000何年だっけ、2020年かそんぐらいじゃない、あ、そう2020年だよね。2020年その時が70年ぶりの中止だったかな、戦時中戦争になっちゃってできなくて、それはできないですよね。そう、中止になってそれ以来の中止だったみたいな、ね、すごっ、うん、そうそうそう、ずっとやってきたんですね。じゃあ、そうです、そうです。まあ形はどうであれやってたんだよね、うん、あ、うん、そう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 。で2019年にやったのが最後で、2020年はそういう感じで中止になって、はい、で2021年に、はい、とりあえずそれじゃあの車にみこしを乗せて、うん、要するに巡行しようかっていう話。そんなことできるんですか。そうそう、それも苦肉の策でね、うん、やっぱり焼津の人たちって、うん、夏の8月12日はみこし見たいわけよ。なるほど、触れなくても、うんうん、だからそういう形でやったらどうかって、うん、やること決まったのね、はいはいはい、そしたらその1週間くらい前に、うん、あの何、非常事態宣言じゃなくて、あ、緊急事態宣言みたいな、ああいう発令されちゃって、それで結局それもダメになっちゃった、うん、ダメになっちゃった。うわ。で去年はい、ね、マキちゃん去年は、はい、台車を作って、はい、あのまだコロナがねあれだったから担げないから、うん、そうですね、うん、去年台車を作って2機のみこしを乗せて、はい、それでまあ歩きながらじゃあ巡行しようか、はい、うんうんうん、で台車も作って、うん、でみこしも乗せてテストも繰り返して、うん、さあやりましょうと、うん、
で8月の、はい、10日10日はいになって、はい、台風がね、ああはい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 、来るとか来ないとかって話、うんうんうん、でそこから10、11、12と3日間は、はい、まあ、去年は俺たちがその年行事って一番主な当番区だったのね、はい、一番中心的にこう、うんうん、でそこで一番俺偉いさんにやらせてもらってて、うんうんうん、で神社の宮司と3日間いろいろやるやらないで話し合い続けたったんだけど、はいはいはい、そしたら8月の13日当日にもう直撃だよ、台風直撃、台風直撃、そうだったんだ、うんうんうん、ものすごい雨で、でちょっと危険だということで、うん、結局その巡行その日はできなくなっちゃったの。へえ、当日だよ、まあ中止決まったのは前日なんだけどね、うん、その前の年は1週間前だからもう1週間の猶予があるから、まあ心を沈めるね、うんうん、期間あるけど、去年は前日では中止決まったの何やっちゃってんだよ台風みたいな、こんだけコロナに翻弄されて今年は台風かよみたいなまあそれだけど、まあその時はできなかったんだけど、うん、特別な形っていうことでね、はい、去年は10月に1回みこしその台車に乗せて巡行をね、うん、やらせてもらったんだけど、ね、うん、だから去年少しはみこしに触ってるんだけど、うん、全然このお祭りって感じじゃない、うん、ああ違うんですね、そうそうそう、逆にやったことによって俺たちは不完全燃焼だったんだ、ね、ああじゃあ本当に今回やばいっすね、で今年はもう、うん、そうだから今年も最初はね、うん、あの8月にお祭りが終わってで大体その翌月から次、はい、その次の年のお祭りの話し合い会議をずっと俺たちは1年かけてしていくんだけど、はいはいはい、で最初のうちは、まあ、どうなるんだろうねって状況を見ながら、うん、じゃあ、まあ、もしかしたら来年もこの台車に乗せてなるかもしれないねみたいな話を繰り返していくうちに、うん、コロナが、うん、ほら格下げになったじゃない、そうですね、なったっすね、うん、じゃあそれじゃあいけるだろう、うん、で周りのお祭りも、まあ、結構、まあね、もうみんなやってるじゃん、うん、ね、じゃあ今年は行こうかみたいな話になって、いい、ね、正式に決まったのが今年の3月、今年の3月に正式に、うん、通常開催しますよっていうことになって、そうそうそう、出てるですね、すごいですね、服装とかもこれね、白装束、うん、八重洲のお祭りはこれが正装、すげえ、うん、白装束っていうのはなぜかっていうと、はい、ほら神輿に神様乗ってて、うん、担ぐってことは神様のすぐそばまで行くでしょ、なるほど、そうそう、だから自分はこうなんていうの、うん、何にも染まってませんよと、うん、悪い人間じゃないですよっていうことでね、それで白を着るんだよね、へえ、うん、すごい、でこれがさっき言った初よっていう、ああはい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 、初よ、うん、そうそうそう、で宮司がお祓いをしてこれから神輿が出てくるんだけどね、へえ、すげえかっこいいな、これがこう焼津のお祭りで、今こんだけこの神輿の前広くなってるけど、うん、俺たちがまだ若かった頃は、うん、この辺も人だギシギシの中でやってたから、あ、動けないみたいな、そう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 、へえ、すごい、お、かっこいいな、いいでしょ、うん、これを3年間できなかったんだよ俺たちは、へえ、そうそうそう、これなんかメンテナンスとかあるんですか、この屋台とかは、あのね、このみこしは、うん、このみこしを専門にこう、うん、いろいろする、うん、あの保存会の人たちがいて、あ、いるんですね、そう、それでもうずっと年間通してすごいな、そうしてくれて、へえ、すごい、そうそう、ね、もうこれ今練りってやつ、ね、そうそうそう、だからここでもう煽ってるでしょ、うんうんうん、ここが今年は危ないよって話だよ、わかるでしょ、見てるとわかるでしょ雰囲気が、これ4年ぶりにやるんですもんね、そう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 、確かにこれ、あの、ね、下敷きとか去年それこそ、うん、あの台車に乗せて神社に帰ってきたって、うんうん、神社入ってからはその俺たち祭典員が担いで拝殿前まで持ってきたんだけど、うんうん、もう最後はちょっとまあもう我慢できずに煽っちゃったんだけどね、うんうん、だから去年俺たちは少しはこうやってるんだけど、はい、この一般参加の人たちってのは本当に4年ぶりだから、やばいなこれ、これすごいでしょ、これまあ1期じゃんね、このあとまたもう一つ神輿が出てきて2期の神輿がこの状態になるからね、焼津だな、これやばいでしょ、これはね、マジで焼津だな、うん、すごい、これだけど見てるだけじゃ面白くないからね、うん、中入るともっと面白いよ中入ってこうぐしゃぐしゃになりながらだよね、これまあ後越し、今最初言ったのは先越し、これが後越しになるんだけど、うん、どこにいます、真ん中、真ん中、なんかね仕切ってると思うよ、本当ですか、見えない、あ、本当だ、あ、これかへえ、すげえ、これが2期になって、これ2期目ね、後越し、
すごい。先越しには大和たけるの御事の神様が乗ってるね、で今こう出てくるこの後越しには3つの神様がいて、はい、あの大和たけるの家来、はい、あの吉備の竹彦、大友の竹姫村寺、それから七須賀引いて、ね、3つの神様が乗ってる、これに乗ってる、後越しはね、へー、すげえ。そう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 、これ女性は入らないんですか、この中に。本来女の子っていうのは参加できるお祭りじゃなかったんだけど、うん、30年くらい前からちらほらこう出始めて、はい、今では結構担いでるよ。あ、本当ですか。ただね、この朝のこの一番はちょっと入ってこれないと思う、危なすぎるっていう、うん、怖い怖い。女子の話になるとちょっと不機嫌になる。話になると眉毛。いや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 、まあ、まあ今ねもうねしょうがないよね。そうそう、だからこの朝一番入ってる女の子は本当に根性あるなと思うよ。あ、だろうな。入ってたとしたらね、多分今入ってこれない。見た感じでもいないですからね、うん、この動画の中で。あの道中とか夜帰ってきてからはちらほらいるけどね、あ、朝この一番は最初はちょっとね。すごいな、いいよこのお祭りは、本当にいいお祭りだよ。あの高いしっす、日本全国祭りやってる人たちはみんな地域の祭りが一番いいと思ってるからね。ああ、多分そうじゃないですかね。そうそう、俺はこの荒祭り一番世界一だと思ってるからね。うん、すごい。だからこうして当日迎えるまでがいろいろ大変なわけよ。今もこれ終わったらそのままその今準備してるからね。各会所行って、朝倉の海の会所行って準備入るんだけど、大体それを5月の半ばくらいから始めて、はい、当日を迎える。すごい、結構準備期間あるんですね。6、7、2ヶ月半くらい。で、その他の間はずっと月1会議やってるから、1年中祭りやってる。すごいですね、それは楽しみになるわ。そうそうそう、それすごいわ。とにかくね、あの皆さんがね、見に来なさいよと。うんうんうん。まず見に来なさいよ。で、見て気に入ったら入ってきなさいよ。入ってきなさいよ。一緒にやろうよ、みたいな。この中でぐしゃぐしゃにされなさいよ、みたいなね。すごい、すごい。ね、結局その、鳥越はこういう感じで、うん、あ、向こうはこう順番で担いでるからね、江戸の星っていうのは、リズムで担いでるから。で、こういう状態になって自分が入れなくてイライラして周りにボコボコにしちゃったんだよね、ね。このぐちゃ、このゴタゴタになったんだよ、うん、すごかった。で、同じようにあの浅草の三社祭りってあるんだけど、はい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 、浅草へは俺たちも担ぎに行ったんだけど、うん、浅草はそんなことなかったね、うん、浅草は結構あれだった、平和、順調だった、順調、まあ、平和でもないんだよ、あそこあそこほら、おっかない業界の人たちがいっぱい来てるから、うん、そうそう、早いでしょ、こうして話してるとね。もう本当ありがとうございました。いいえ、明日もお祭りの話。はい、明日は、自分の番組ね、お祭り気分で火曜日の7時から明日はね、はい、今日みたいな話になると思うんだよ。あ、本当ですか。あのね、今でも間に合うって、今からでも間に合うってことでね、うん、荒祭り入門初級編という形で。なるほど、なるほど。そう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 、そういう話をしようと思ってますんでね。ぜひご覧ください。はい、あの明日も出ます明日も出ます、明日もいます、俺じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いての番組は笑いヨガ講師つかちゃんの癒しタイムのゲスト、パン工房ふくふく堂店主鈴木真希さんです。よろしくお願いします。はいっす。